水口図書館は、滋賀県甲賀市水口町本町 1-2-1 にある建築物。ウィリアム・メレルボーリズによって設計され、1928年に竣工した。国の登録有形文化財。甲賀市立水口小学校の敷地内にある。昭和天皇の即位を記念した水口町立水口小学校の整備事業の一つとして、甲賀郡水口町に図書館の新築が企画された。水口町出身の実業家である井上耕三郎が水口町に建設費を寄付し、ウィリアム・メレルボーリズが設計を行った。1928年に水口町立図書館が竣工した。開館時には滋賀県で初めて開花式閲覧室が採用された。児童文学に重点が置かれ、当時義務教育を受けられず、子守をさせられていた子供たちにも、開館時間以外でも本を閲覧できるようにされた。1970年まで水口町立図書館として使われた。なお、1983年には、現在の水口町立図書館が開館している。その後は2003年まで水口教科書センターとして利用され、2001年には、国の登録有形文化財に登録された。2003年にランタンの復元や構造補強などの保存改修工事が行われた。ありがとうございます。